聞きしました。どうやすごいですね、東京の夜景のコラボレーション、ま、いかがでした。このギョラボレーションは贅沢ですね。はい、まさかクジラさんが都会を飛ぶように泳いでるなんてこギョギョですね。はい、こうやって小笠原の海への思い、自然への思いを強くこう持って、いつかはこの目で、そしてこの足で小笠原の大地を踏みしめて、しっかりと見て、小笠原の海いつか行きたいなと、繋いでいけたらなんか嬉しいですね。